こんにちは、速稼塾の久保です。今年の冒頭からですね、ビットコインの方の値動きをずっと追ってきてですね、100万円超えたらもう買えなくなりますよと言いましたけども、100万円超えて今240万ぐらいになりましたよね。もう買いたくないでしょ、ね、だからやっぱり95万から100万、いや、ですね、100万以下の時にね、仕込み時だったっていうことだったんですよね。あれから考えると大体 2.34 倍になってますから、これね、やっぱり今年の1月2月が勝負だったですね。ずいぶん私もビットコイン買うことをお勧めしてきたんですけども、まあ、ここに来てね、本当に良、まあ、かったなと言いますか、買った方は良かったんじゃないですかね。まあ、どちらにしても暗号通貨を始める際には、あの暗号通貨の取引所なりね、購入証を自分のスマホの中に置いておく必要があります。今回はね、ビットコインを中心として複数の主要暗号通貨を取引しているコインチェックっていうところをね、ちょっと紹介してみようかなと思います。画面の方を切り替えていただいて、この画面見ていただくとね、わかるんですけども、これがビットコインのチャートですよね。非常に見やすくてわかりやすくって、私はね、あのスマホアプリの方が好きなんですけどもね。で、こちらの方でね、あの積み立てもあるんですよ。で、毎週毎週配当が行われてきてて、すごく得してるなっていうところもあります。このコインチェック積み立てってところをクリックしましょうか。積み立てで仮想通貨投資を簡単にって書いてるでしょ。少しずつこれね、積み立てることによって大きな利益が見込めるわけなんですよね。で、ホームってところをクリックするということですね。お、与沢翼さん、あ、与沢翼じゃないですね、これね、与沢、あ、羽紛らしいですね。まあ面白いですね。で、ここで値動きが見れるということになってます。今取引がどん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 板で注文が入ってますよね。まあ、こちらのね、総資産額、これ私のコインチェックの中の お金なんですけども、これが大体ね、あの30万切るところから今年、このコインチェックで始めてるんですよね。で、今、まあ、倍にはなってないんですけどもね、倍近くになってるかなってことです。途中で結構ね、販売しては、販売じゃないや、なんだっけな、ね、あれあれ、例のあれを買ったんですよ。あのファイルコイン41万1000円分、だからそっから、こっからね、余剰資金ということで切り崩しています。で、その他にもね、あのビットフライヤーにも私の暗号通貨眠らせていたりとか、あとはね、セキュリティ上ちょっと言えないんですけども、複数の取引所とか交換所に分散して配置してるんですよね。はい、ということでね、今日はコインチェックの方ちょっとご覧いただきましたけども、操作はとってもしやすくって、多分ね、日本語を使っている方でしたらコインチェックが一番やりやすいんじゃないですかね。で、ビットフライヤーの方もなかなかいい感じのところですね。この2つを使っていったら、まあ、暗号通貨の取引については困ることがないかなと思います。まあ、私の方もね、お問い合わせに対してのサポートがすごくしやすいのがコインチェックとビットフライヤーで、その他の、まあ、ウォレットですとかね、よくわかんない取引所ってあるんですけども、あの辺はね、本当に、ね、厄介ですよ、いろいろとね。もう口座を作るのすらものすごく手間がかかるということでございます。まあ、ですんでね、これから暗号通貨なしに資産状況は測れていけないと思います。ですんで、最初ね、3000円とか5000円からでもいいんで、まあ、ビットコインを買うところから始めてみたらどうかなと思います。3000円とか5000円でいいんじゃない、本当に。そういうところから暗号通貨に興味を持っていただいて、そして暗号通貨でね、しっかりと資産を作っていただきたいと思います。まあ、最後のね、このまとめになりますけども、暗号通貨ってまだまだね、これからニーズが広がっていきますからね、これからが本番だと思います。今までのは本当にギャンブルみたいな感じでしたけども、これからはしっかりとした資産形成とか、それから投資になっていくと思いますね。2021年からが本当に暗号通貨に対してスタートする年なんじゃないかなと私は思います。私もね、暗号通貨による資産をしっかりと作れましたんで、ここから新しい暗号通貨のね、やり取りとして、まあ、暗号通貨専用の口座っていうかね、口座っていうのはあれですよ、銀行口座とかじゃなくて、講義のね、口座、速稼塾の暗号通貨口座の方も作っていきたいと思います。まあ、本当にね、少ない資金で大きく利益を得るには暗号通貨かなと思います。まあ、ビットコインはね、もうさすがにね、1ビット250万前後で買える方ってなかなかいないと思うんですけども、まあでもね、1ビットじゃなくても 0.1 ビットとかでスタートしてもいいと思うんですよ。まあ、そういうところから 0.1 ビット20数万円から、まあその半分でもいいですけどね、0.05 ビットとか、あの辺から10数万から始めて、これをまあ100万とか200万にしていきましょう。こんな講座は、
考えられるかなと思いますので、やっていこうかと思います。それでは本日は以上です。